おっそらはま。はい、皆さんおはようございます。昨日ですね、お酒飲んでめちゃくちゃちょっと酔って、ちょっとね、そこでの風景はね、とてもちょっと世には出せない。とりあえず飯食う。はい、全裸で、全裸で葉っぱまみれの部屋が何あの葉っぱ、野菜です。もうそうなんだけど、うん、起きた時に、はい、葉っぱまみれってある頭の中、ハッとだよ。イギリス最後、一応みんなで最後だから楽しもうって思った結果、何だこれは、葉っぱまみれ。ボディービルダーのキックワンさんがくれたチップス、うまいっす。はい、メトロンブログさん、お別れしました。ああ、さやさん、これからですね、PCR 検査ですね、これを受けてきます。これなきゃなんか帰国できないみたい。隣でちょっとさやさんは二日酔いプラス足の超筋肉痛でご機嫌斜めですね。最悪ですね。PCR 検査の会場っちゅうの到着しました。 PCR 検査今からするのにノーマスクです。これがロンドンスタイル。日本円だといくらすんだろう、これ100倍以上すんのかな、これだから何十万ってやつだね。でもなんかせっかくイギリス来たんだから、お土産ちょっとパーッと買いたいな。そんな時間あるかな。サイヤさんの部屋やばいだろこれ。何これ、なんか雑草みたいに葉っぱ落ちてるし。うわ最悪、一晩一緒に寝るのかここで。きついな。これからですね、イギリスにいるリスナーさん、視聴者さん、フォロワーさんが撮影にね、手伝ってくれるそうなので、アカウント、まあ、TikTok のアカウントも、まあ、戻ってきたところで、ここで、まあ、2、3本ほど TikTok 撮れたらなと思います。はい、今 TikTok の撮影中なんですけど、いやー恥ずかしいですね。なかなか結構笑われます。いやー恥ずかしい。あ、今カメラマン手伝ってくれてるゆうきさんです。はじめまして。こっちに住んでます。はい、そうです。はい、いつもご視聴ありがとうございます。今日は手伝ってくれてありがとうございます。おはよう、お兄ちゃん。はい、ということで、イギリスで有名な飲み屋さんなんですけど、こちら、ダーティーディックス、汚いチンコたちみたいな、そういうバーで今、TikTok 撮ってました。本当ね、セキュリティのお兄さんもいい人でね、まあ、ちょっと一緒に動画映ってくれたりしたんですけども、いや、本当ね、イギリスって素晴らしい街だわ。飯です。もうこっち来てから散々です。もう廃人生活です。ご飯食ってない、酒飲むわ、洗濯しない、トイレ出ねえわで。最悪だな。最悪っすね。え、何回筋トレやったの？僕こっち来て1週間で2回。俺3回やってるから。俺年だな。俺3回やってるから。あのオーバーワークマンが週3だぞ。やばいっすよ。ただの人。ただの人。体重は落ちてるだろうけど、水分が抜けただけで細くなって脂肪が落ちてないみたいなパターンだと思うんで、日本に帰ったらたくさんやって取り戻します。え、ダブルでやる筋トレ。おっそらほぼ。皆さんおはようございます。これから地下鉄ですね、乗って、まあ、どこだかわかんないんだけど、ちょっと離れた場所行ってトレーニングしていきます。おお、すげえ。速度が日本より速いですね。速いよね、多分。めちゃくちゃ速いですね、これ。到着しましたね。はい。ザ・ジム。日本語訳するとなんて言うんですか、これ。そのジム。このジム。このジムですって。イギリスのジムですね。広いな。プレワークアウトのショット買いました。2.2 ポンドらしいです。
ということで今トレーニングしてる最中なんですけど、ロンドン大会で優勝したボディービルダーの方、名前はガブエルです。ガブガビエル、ガビエルさん、いやありがとうございます。ワンポーズ、おおマスクラ、おおおおビューティフォー、めちゃくちゃノリのいいお兄さんがね声かけてくれました。 Say something to the video. What's up guys, I'm here with the Japanese Giants. Cause see I look small next to them but I'm catching up. Give me 2-3 years to be the same size. Yeah, love. London to Japan. 2-3 年時間くれてよ、その頃に同じサイズになってるからって。 I didn't know what to say, bro. The same pose. Thank you. These arms are huge though. 優しいねって。 You're very kind, he said.Yeah, no, come on. It's not every day I meet people from here, you know. いやすごい人数だなこれ。東京よりも人いますよこれね。みんな集まってすげえ。建物おしゃれだし。いやみんなマスクしてねえし最高っすわ。栄養剤ショップみたいなとこ入ったんですけど、ちょっとサプリメントショップか。ものすごいサプリメントの数ですねこれは。全部プロテイン。オッケー、これはみんなワクワクするんじゃないですか。これすごいね、うん、いやーすっげーなーこれ。これがイギリスでは普通って言うんですよ。いやこれはすごい本当。これずらーって並んで、すっげー。あちらに見えるソーホっていうのがですね、イギリスの新宿2丁目らしいです。いろんなおもちゃだったり、まあ、ゲイバーだったりクラブがあるみたいですけど、まあ僕は今興味ないかな。お土産欲しいです。ポッキー。この服装してこの楽器を演奏してる人は下フルチンらしいです。あのスカートめくったらフルチンなんだって。散歩してんのか来てないのか。これでいくらですか。3.7 ポンドなんで600円。はい、イギリスで日本のラーメン食べようと思ったら15ポンドなんで、まあ、大体2000円ちょいぐらいですかね。いらっしゃいませ、本格派ご当地ラーメン。イギリスにある中華街。おお、いい匂い、いい匂いだけど店内がぶちまけられてんの。マジウケる。今日は本当送迎ありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。はい、お元気で、はいはい、こっち来る時あったらまた連絡しますんで、ぜひ連絡してください。はい、お疲れ様でした。お兄ちゃんということでトレーニング終わってですね、ちょっとしばらくプラプラしてたんですけども、さやさんとはちょっとさっき別れました。別れたってのは何時どこ集合ねっていうことだけ決めて、まあ、あとはおのおの自由行動っていうことで、あ4時間後にマイプロの方も来て、まあ、空港まで送ってもらえるんで、それでイギリス旅行は終わりです。じゃあまあ次のルーティン動画っていうか、まあこの次のカットはまた明日のね、まあ、飛行機の中を撮影したりっていうことがメインだと思うんですけども、空港だったり。じゃあ今日はこの辺で終わります。じゃあイギリス1週間ありがとうございました。バイバイ。